十分幕府は台湾に来たしたアイラケークに位置する滝。十分幕府は十分幕府公園の中に存在する。落差約20メートル、幅約40メートル。カーテン型としては台湾最大の滝で半円形の形状とその美しさから台湾のナイアガラと呼ばれている。キールン川の上流に位置する多くの滝のうちの一つであり、 台湾鉄路管理局平家へ宣円船の名所として知られている。十分幕府は、日北市平家区2014年8月から、日北市が土地を所有し、舗装等の工事を行い、2014年12月29日から、十分幕府公園として、再開放され、合わせて、入場無料となった。以前は、滝に行くまでの道路が、線路脇を歩く、と、 危険な箇所があったが、現在は、歩道が整備され安全に行くことができる。また、観光客のために授乳室や、観光情報センターなどを増やし、快適に観光できるように配慮されている。入園料、無料休園日、女優の1日のみ、営業時間、夏季6月1日から9月30日9時18時、冬季 10月1日から5月31日9時17時台、鉄平慶線の十分駅から徒歩で約30分。日北市政府観光旅遊局から十分幕府公演。ありがとうございます。